ロベルト・ライは、ドイツ国の政治家。国家社会主義ドイツ労働者当初代ドイツ、労働戦線全国指導者、第二大組織全国指導者。ベスト・ファーレンのニーダー・ブライデン・バッハで、11人兄弟の7番目に生まれる。実家は、貧しい農家だったが、ボン大学とイエナ大学で、自然科学を学ぶことができ、食品科学などに興味を持つ。 第一次世界大戦が勃発すると、ライはすぐさま志願兵として、不評部隊に参加する。1917年に飛行軍団へ移籍するが、銃撃で負傷し、その後、喫煙や発作などに悩まされることになる。大戦終結後、フランスの捕虜となり、釈放後の1920年に論文を発表して、博士号を獲得した。大学の後には IG ファルベンで働くようになる。 1924年、ミュンヘン一期失敗後、民族社会主義自由党と名を変えて、水面下で活動していたナチ党に入党。入党後はラインラントク砕く指導者、組織全国指導者を歴任した。1933年5月2日に、全ドイツの労働組合が解散させられると、その資産と組員を引き継ぐ形で5月10日に、ドイツ労働戦線を発足させ、 その全国指導者となった。同組織は労働者だけでなく、経営者や自由業者なども加入する組織だったため、大も、経済、労働政策の主導権をめぐる党と国家の初期間の対立に積極的に飛び込んでいく。1934年10月には、同年1月の国民労働秩序法ではほとんど無視。 されていたダフの権限を大幅に拡大したダフの本質と目的についての相当命令を直接アドルフ・ヒトラーから取り付け労使関係の独占的調停者となることを狙った。これは前日の国民労働秩序法と矛盾するものであったために経済省百シャハと労働省フランツゼルテラの反発を招き三者は1935年3月のライプツィヒ協定で 一定の妥協を見るまで激しく対立した。その後もらいは、ダフの権力拡大を目指し、1938年には、経済、労働関係でダフと並行して存在する全組織の解散、国家官庁の監督権からの完全な独立、ダフ指導者の相当自家族といった内容を含む4つの法案を、4カ年計画の全権ヘルマンゲーリングに持ち込んだ。 しかしこれはあまりに法外なものであったため、経済省、労働省、司法省といった政府機関からだけでなく、副総統、ルドルフ・ヘス、新英隊全国指導者、ハインリヒヒムラー、農政全国指導者、リヒャルトバルターダレといった面々から総反対を受けて挫折した。ただ、ダフによって労働者や自由業者を第三帝国へ引きつけようとする試みは、 寒気立候団運動によって一定の成功を見る。例えば、ビルヘルムグストロフ号といった大型客船によるクルーズ旅行など、それまで労働者には考えられもしなかった豪華な福利構成活動がそれである。また、カブトムシの愛称で有名なフォルクスワーゲンビートルの旧型も元とは換気立候団の車の名前で開発された労働者用ファミリーカーであった。 終戦間近になると、アルベルト・シュペイヤの後釜を狙うようになった。1945年、義勇軍、アドルフ・ヒトラーの司令官に任命されるが、ソ連軍が目前まで迫ってくると4月20日の総統誕生日で、ヒトラーと最後の会見をして、ベルリンから脱出。終戦後の5月16日に、バイエルン州、 シュレヒンクのアルプス山荘で、米軍が101空挺師団に逮捕された。逮捕後は、精神不安定になり、ニュルンベルク裁判の後半前に、独房内のトイレで、首吊り自殺をした。遺書には、囚人としての待遇について延々と評価しながらも、自分が犯罪者扱いされている事実には耐えられないと、書かれていた。彼の自殺以降、 ナチ戦犯たちの自殺防止のための管理が徹底されることとなる。本人が使用者としていた KDF バーゲンは稼働状態で現存しており、ジェームズ・メイの世界の国民者でジェームズ・メイが運転している。ありがとうございます。